今日は海藻臭さがなくて美味しくて簡単なひじきの作り方を紹介するよ。まずひじきをざるに入れて熱湯をかけます。回しかけて、それから流水でよく洗います。で、下処理した後に少量のオイル、今日はローズマリーオイルを使いました。ごま油でも大丈夫です。少量のオイルでフライパンの上で炒めます。でね、戻した椎茸とか人参とかも入れても大丈夫です。枝豆入れたい人はね、最後の方に入れるといいです。で、味付けはみりん、みりんでもいいし、砂糖、きび砂糖ひとつまみでもいいし、まあね、砂糖の方が楽ですね。きび砂糖を私はよく使います。きび砂糖を入れて少し煮て、で、最後に色にネギとかね、あとごまでもいいですよ。ごま、こういうね、すりごまは最後に入れてください。すりごまは最後に入れて、で、最後の味付けはお醤油を一回しかけて味付けします。でね、味見てね、もうちょっと甘くしたかったらお砂糖とかみりん足したりして、ツヤ、照りを出してください。このまま煮詰めていくだけで美味しいひじきができます。しっとりぐらいがね、お弁当にちょうどいいです。子供もちょっとパサパサなひじきよりしっとりの方がいいので、ちょっと早めに火は止めて汁気を残してください。作り方はね、またアイモン料理部クックパッドに載せてるので、興味がある人は、無添加の美味しいひじきを作りたいって人はアイモン料理部クックパッドひじきとかで検索してもらったら出ます。でね、ひじきに含まれるヒ素とかは有害じゃない方の、人体に無害な方のヒ素だし、しっかりお湯で下処理したら海の中にある汚染物質とかもきちんと取れるので、あんまり怖がらずひじきをしっかり食べてください。ひじきはとっても健康にいいし、日本のひじきはちゃんと蒸して作られてるし、よく洗われて作られてる天然のひじきなので、安全性の高いものも多いです。なので、お子様がね、ちっちゃいうちはなんかそういう有害物質とか心配かもしれないんだけど、全然そんなことありません。ひじきはとても体にいいです。しっかり下処理の方法を学んで美味しく作ってください。質問があったらまたコメント欄に質問ください。またね、バイバイ。